東京大学情報システム工学研究室から来ました山崎君としています。花井亮と言います。矢口博明です。ビローガレージに来た目的は今ロボットで最先端にいる、ロスト PR2 を使って、日常環境で何か仕事をする、ロボット技術を、作り上げたいということがあったためです。一つ目のデモはロボットが机の上に置かれた小物を集めてトレイを使って別の場所に運ぶというものになります。手法としましてはロボットがスレオの点群をセグメンテーションして持てそうな場所にある物体をトレイの上に載せます。それをトレイがレーザーの邪魔にならないように配置や位置を調整しながら別の場所に運ぶというものになります。第2のデモは、机の上に置かれた、皿などの食器を、集めて持っていくという作業の例として、テーブル上にあるお皿を見つけそれを両手でつかみ上げて持っていくというものです。でお皿のような物体は模様が少ないのでどういった特徴で見つけるかといったことが問題なんですが、ここでは単純に円形状を見つけるといった方式で行いました。で第3のデモは屋内に置かれた衣類を見つけてそれを集めて洗濯場に持っていくという作業の例として、椅子の上に無造作に置かれたシャツを見つけそれをつかみ上げて持ち運ぶというデモです。で衣類は形が変わるものですので、それが衣類であると見つけるには工夫が必要なんですけれども、ここではシワを画像特徴として発見してそれをもとに衣類を見つけてその3次元位置を求めてつかむといったことを行いました。4番目のデモなんですけれど、まずロボットがステレオカメラで物体の位置と形を見つけます。でそしたらそのロボットは見つけた物体を自分の方に持ってきてその物体の画像を見てその物体が何なのかというのを判断します。でこれはどうやっているかというと、サーフという画像処理の特徴を使っているんですけれど、それはオープン CV に使われているもので、でオープン CV のそのサーフ特徴を使って自分があらかじめ覚えておいた物体の画像と照合してその今持っている物体が何なのかというものを判断して、それをどうするか、どこかに持っていくのか、何もしないのかということを判断しています。で PR2 はアームが柔らかくて怪我を、しづらいということがありましたので、かなりアグレッシブに、いろんなことを試すことができました。でロスについては、たくさんのプロセスを同時に走らせても安定して動いている部分がすごいと感じています。またパッケージもすぐに使えるものが揃っていて3時間でデモを組み上げるのに非常に役に立ちました。ウィローガレージなんですけれど、楽しくて、自由で、私たちも非常に楽しく研究させていただきました。であと食事が大変美味しかったです。